ジョージ・アーリスは英国の俳優。第3回アカデミー賞団優勝を受賞。ロンドン生まれ。本名ジョージ・オーガスタス・アンドルース。18歳で初舞台を踏んだ後、英国演劇界で長いキャリアを積んだアーリスは、米国巡業にもしばしば出かけた。1908年、悪魔のニューヨーク公演で初の主役を務め、1921年に、この 悪魔が映画化された時にも主役として出演した。ハリウッドのニューフェイスとしてはいささか年を取り過ぎていると思われたが、トーキー映画でのデビュー作、ディズレーリでアカデミー主演団優勝に輝き、ハリウッドでも大スターになった。スクリーン最初の紳士と呼ばれた。ディズレーリは19世紀初頭のイギリスの政治家、小説家であったベンジャミン・ディズレーリの物語であるが、アーリスは、 歴史上の人物を演じることが多く、王の側近、政治家、インドの王侯貴族、風変わりな富豪など、重要な役どころで進化を発揮した。また、不老者を見事に演じてみせる一面もあった。英国人として最初にアカデミー賞を獲得した人物として知られている。また、ベティ・デービスを発掘し、育成した人物でもあった。ありがとうございます。